はい、こんにちは、サムライズ1号です。皆さん、こんな紅葉や、こんな紅葉、山で見たいですよね。でも、その前に安心安全に登山するために装備を整えましょう。ということで、秋山装備をご紹介したいと思います。今回は動画を3つに分けて、3部作です。この動画は1つ目で、アウターのご紹介です。秋は動きやすい快適な気温で、登山が楽しめますが、寒暖差が大きくて高いところでは真冬並みの寒さになることがあります。日没の早さ、早朝や夕方の冷え込み、予期せぬ降雪もあります。秋の登山を安全安心に楽しむためには、重ね着、レイヤリングが重要となります。まあ、アウターレイヤー、ミドルレイヤー、ベースレイヤーと3つに分かれていますね。で、アウターレイヤーは防水防風、ミドルレイヤーは保温通気、ベースレイヤーは吸水拡散保温と役割がそれぞれあります。まずはレインウェアからご紹介したいと思います。こちらはスーパードライテックピークシェルジャケット。そしてパンツの方はストームクルーザーパンツです。このセットをレインウェアはおすすめしたいと思います。コーディネート的にも蛍光のイエロー、でブラックと。カラー的にいい組み合わせかなと思いますし、蛍光イエローだと、まあ、暗闇でも、遠くにいても、見えやすいかなっていうのも一つあって、あとはこのピークシェルの、モンベルさんの特集で、イエローが使われてたんで、イエローかっこいいなと思って、購入しました。まあ、このピークシェルについてはですね、もっともっと詳細な、詳しい動画をどんどん出していきたいなと思うんで、今後は使用感とか、豪雨の際の動画も飛躍していきたいと思います。まあ、実はコメントいただいてまして、こんな動画作ってみてくださいっていうのがあったんで、まあぜひともっていう感じで、ちょっと雨の日を狙って作っていきたいなと思います。登山をはじめとするアウトドアアクティビティでは、行動中に天候が目まぐるしく変わることも珍しくあります。モンベルでは様々な天候下でも常に快適に行動できるウェアとしてレインウェアを開発していると。これらをオールウェザークロージングと呼んでいます。なるほど。素晴らしいですね。まあ雨の日でも使えます。もちろんそうですね。レインウェアです。ただ風が強いとか、ちょっと寒いぞっていう時でも着用すると心強いと。まあ、そんなレインウェア。まあ、いろんな特徴がモンベルさんにはあります。サイズ展開が豊富なレインパンツ。様々な丈の長さがあります。ショート、レギュラー、ロング。合わせると14種類と。素晴らしいですね。まあ、いろんな方に着用できるサイジングとなっています。で、さらに上下別売りなんですね。なので、こういうピークシェルとストームクルーザーのパンツという組み合わせ方法ができます。上下別々のサイズを組み合わせる。ウェアはちょっと肩幅広いんで L サイズとか。で、パンツは細身なんで M サイズとか。カラーでもいろいろ組み合わせられる。例えば上着の方は明るい色。で、パンツの方は濃い色とか、暗い色。まあ、こういう感じの組み合わせですね。あとは素材ですね。僕は結構これ注目してます。気にしながらちょっと選んでますね。例えば上着は軽量型。で、パンツは丈夫なパンツとか。そういう組み合わせですね。まあ軽量であれば本当ピンクシェルもありですし、バーサライトのレインウェアとかいいと思いますし。で、パンツの丈夫なやつってなるとレインダンサーとか、サンダーパスジャケットのパンツとかいいかなと思います。まあ、今回このストームクルーザーにしたのは、ストームクルーザーっていうのは結構両立性があるんですね。軽量であり、丈夫である。耐久性がある。その中間がちょうどパンツ僕はいいなと思って、ストームクルーザーのパンツにしてます。で、ウェアの方は軽量で動きやすい方がいいなと思うんで、このピークシェル。新登場したピークシェルを選んでます。で、この組み合わせが好きだなと思って、今回おすすめさせていただきます。全体のラインナップも見ていただきたいと思います。まあ、こんな感じですね。まあ、軽量。で、軽量と耐久性を両立。で、耐久性に優れる。で、3つのパターンがあります。ピークシェルは上の軽量ですね。透湿性もしっかりあって、で、強度はやっぱりちょっとまあ軽さもありますし、薄さもあるんで、ちょっと弱めなんですけども、一番軽量ですね。この3レイヤーの中で一番軽量ですね。まあこの辺の詳しくはですね、ピークシェルについての詳しくは動画ありますので、ぜひこちらの方をご覧いただきたいと思います。もうなんといっても 168g の軽量性、そして抜群の透湿性、3レイヤーモデルではモンベル最軽量、そして最も高い透湿性を備えます。このピークシェルが素晴らしいのはやっぱり素材。このスーパードライテックという素材ですね。
今年の春夏に登場してきましたスーパードライテックですね。このピークセルの動画でもお伝えしてるんですけども、今後どん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 このスーパードライテックの素材、これを使った製品がどんどん出てくるということなので、糖質性の高いそして軽量なスーパードライテックの製品がどんどん出てくるということなので、大注目の素材です。で、今回の秋冬の装備レインウェアは、まあ、これに決まりかなと思いますので、ぜひ試してみてください。おすすめです。はい、続いてはインシュレーション、おすすめのインシュレーションのご紹介です。こちらですね、 EX ライトサーモラップパーカーです。これはですね、もう直近の動画でご紹介させていただいてます。 EX ライトサーモラップシリーズのマルチに使える小道具、実はですね、まあ、結構薄手でですね、本性はまあそれなりにやっぱりしっかりあるんですけども、一年中通して使えるインシュレーションですね。そこが非常に魅力的です。冬山では中間着として、春秋のトレッキングや夏季の高山ではアウターとして一年を通じて活躍してくれます。さらにですね、このストレッチエクセロフトっていう中綿の素材がですね、保温性、耐久性、伸縮性備えてて、めちゃめちゃ動きやすいですね。グリングリングです。グリングリングです。本当に。しかも蒸れにくさと適度な保温性を備えているんで、行動時にも非常に快適に着用できる。そんな行動着ですね。で、嬉しいのはですね、お手入れが楽なんですね。ハードな仕様で汚れや匂いがついてもすぐにご家庭で洗濯ができます。年中使えてお手入れが楽っていうのは本当に使い勝手がいいと思うんですね。それでこちらもですね、なんと平均重量 200g。めちゃめちゃ軽いんですね。持ち運び、傾向も非常に楽ということなので、本当レギュラー確定なインシュレーションだと思います。非常におすすめのウェアです。はい、続いてはですね、あれサングラスと、また同じ商品紹介してないかと思うかもしれないですけども、全然別の商品です。めちゃめちゃ仕様が一緒で、似たような感じで、でカラー展開も同じブルーグリーンなんで、ブルーグリーン好きのサングラス事故なんですが、こちらはですね、ソフトシェルですね。ウルトラライトシェルパーカーです。薄手のシェルに紐を裏地を組み合わせた軽量モデルとなっています。この薄手のシェルについては、ウルトラライトシェルパーカーとライトシェルシリーズっていうのがあるんですね。このウルトラライトシェルパーカーは防風性星3つ、保温性星2つという感じで、まあ、ライトシェルシリーズに比べて防風性と保温性は劣るんですけども、これはまた非常に軽量なモデルとなっています。アウターの用途としてはスピードハイクや春秋のトレッキング、そちらに向いているということですね。なんと平均重量 136g、 非常に軽いですね。まあ、この胸ポケットを開いて裏返してまとめるとポケタブルにもなりますし、必要な時にさっと取り出して使用することができます。まあ、これも僕の好きなこの使い勝手が非常にいいですね。先ほどの EX ライトサーマーラップを持っていくほど、まあ、寒くないなみたいな、そんな天気のいい日は、まあ、特にこのウルトラライトシェルパーカーが活躍してくれるかなと思います。まあ、サーマラップシリーズは休憩時とか本当に寒い時に使用することが多くて、まあ、本当に行動着としても使えるんですけども、めちゃめちゃ暑い時とかは本当このウルトラライトシェルパーカー、こちらを着て行動するっていうのもありかなと思います。でも本当どちらも持っていってもですね、非常に軽いと思うので、両方持っていればですね、柔軟に天気に気候に気温に対応できるかなと思います。こう開くとですね、ちゃんと脇にですね、脇のベンチレーションですね、これも非常に役に立ちます。暑がりには持ってこいですね。本当に嬉しい機能ですね。まあ、ただ気になるのは、ちょっとなんていうんですかね、ちょっとコットンっぽい感じもするんですよ。表地、完全なウィンドブレーカーの素材ではないですね。ポリエステルではないですね。ちょっとコットンっぽいんで、マジックテープとかと反応しちゃうんですよ。ひっついてしまいます。それでボトルを入れるやつあるじゃないですか。ボトルのやつで、マジックテープとそのバックパックの肩の部分が、ショルダーハーネスがぶつかってですね、ちょっと損傷した部分があります。それが非常にもったいないなっていう素材感あるんですけども、まあ薄手で、スピード速くとか、春秋のトレイクにはぴったりなんで、非常におすすめのウェアです。はい、続いてはこちらの商品です。EX ライトウィンドジャケットです。こちらもですね、動画を上げてます。わずか 45g。世界最軽量を実現したウィンドシェルです。まあ、モンベさん独自の
超軽量極薄素材を使用したウィンドセルで、細部に至るまで徹底した軽量化を追求しています。でそれでいてですね、風の侵入を防ぎながらこもりがちな熱気を効果的に放出し、激しい運動時でもドライな着心地をキープします。しかもめちゃめちゃ小さいポケッタブル仕様、それは手のひらに収まるほどの収納サイズを実現し、トレッキングやランニングなどで活躍します。風によるバタつきを抑えるため、ややタイトなシルエットとなっています。45g といえば、卵1個よりも軽い。そんな世界最軽量のウィンドシェル。これはまさにですね、このモンベルさんのコンセプトである、アンクションイズビューティー、ライトアンドファストのものづくりを体現したウィンドシェルシリーズです。しかも夜間や早朝でも、視認性を高める反射テープとか、行動着としても活躍してくれますし、防寒具としても、役割を果たしてくれるかなと思います。実はこちらのパーカの方で、海外モデルですね。US のモデルで、タキオンパーカっていうのがあるんですね。まあ僕、タキオンパーカの存在は知ってたんですけども、あんまり注目してなかったんで、実を言うと、全然気づいてなかったっていうか知らなかったんですけども、こちらの商品だと、ポケットがですね、両サイドについてます。動画を上げた時のコメントにですね、いただいてまして、知ることができました。まあ、なぜ海外モデルだけあるのかっていうのはちょっと不明なんですけども、そこはちょっとまあ、なんでしょうね。まあ、海外モデルで要望があったのか、まあ、需要があるから作られてるのかなと思うんですけども、まあ、ちょっと日本版というか、標準モデルでは存在しない商品となっています。世界最軽量のウィンドシェル、おすすめです。はい、今回の秋山装備は3部作でご紹介しています。おすすめのウェアギアを紹介しますので、ぜひシリーズを通してご覧いただけたらと思います。そして、今回の動画が少しでも良かったなとか、役に立ったなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。